何考えてるのか分かんないよねって言われます。そうですね、何考えてるのか分かんないって言われます。見た目怖いとか言われますね。でもそんなつもりないんですけど、なんかあれかな、なんか変なマニアックなレコードばっか集めてるからかな、分かんないんですけど。そうだから真面目ゆえに僕は多分一個自分が好きと思ったことは他人がどう言おうが俺は好きっていうタイプなんですよ。だから俺はこうしたいっていう、これ俺がいいって言ったからこれがいいんだっていうふうに思っちゃうタイプだから、すごいグループのねみんなにやっぱ迷惑かけてると思いますよ。いやでもそれが正解なんだよな。なんか絶対あるんですよ僕の中でこれ信念みたいなのが。でも本当に4人になってからすごいみんなお互いの意見を聞き合うようになって、で僕もまあもちろんそのちゃんと人が言ったことを飲み込んで自分の中でその咀嚼してちゃんと返すっていう風に意識してるんで、特に全体のことに関しては最近ねちょっと聞いてもらえるんですよ。これいいねとかねウィン君とかに言ってくれるんですよ。そうちょっと嬉しいですね。だから自覚あるんですけど、すごい例えばレコード屋行くじゃないですか友達と。でレコード屋行って友達がもう全部掘り終わってるのに、僕がまだこのコーナーだけどうしても掘りたいって言ったら、もう友達を平気で待たせてでも掘っちゃう。もうだからもう最近レコード屋行くときは一人で行くようにしてるんですよ。申し訳ないから。すごい悪く言うと自己中ですね。つまりそれはちょっと俺自己中か、そっか、気をつけよう。僕その喫茶店とかも超好きで、純喫茶とかによく行くんですけど、もう一人でコーヒーを飲んでる時はもう幸せそのものですね。なんかこうおばあちゃんがテレビとかを見ながらいるようなちっちゃい喫茶店とかでブレンドコーヒーをしばくっていうのがね、もうね本当にもう最たる幸せですな、それは。だこれも音楽なんですけど、だ僕多分ねマニア気質があるんですよ。オタクなんですよ多分。そうなんかね収集癖とかあるんですよ。まあそれ置いといて、J ディラっていう僕が最もこの世で尊敬する音楽家の人がいて、その人がもう亡くなっちゃった人なんですけど病気で。でその人が最後に残したアルバムについての本があって、それを最近買ってもうそれずっと読んでます。ちょっと聞いてください。この前もね名曲喫茶ライオンっていう渋谷にあるすごい喫茶店があるんですよ。何がすごいかっていうと、もう都内随一のその音響システムがこのなんか配置されてる名曲喫茶なんですよね。なんかでレコードとか CD とかでそのクラシック音楽がこうそこそこの音量でずっとかかってて、店内私語厳禁、携帯禁止、写真禁止っていう、なんか本当にもうものすごいこうなんだろう荘厳な喫茶店があって、そこにこの前初めて行けたんですよ。でそこでもうずっと本読みながらクラシック聴いて、うわスピーカーサウンドシステム音いいなとかって思ってて、気づいたら3時間ぐらい経ってました。音と人をつなぐ場所 M1 ミュージック。